今はいいところで決めていきました。バックセンターでいくが佐藤、今度は目黒、これもリバウンド拾って2でいった、しかしブロックだ、ここはタットラを呼んでいました。まあ、少し遅れて飛ん、腕に当たってブロックポイント。どうですか、これは拾った、そして2位だ、フェイントはちょっと浮いた、もう一度どう上げきれません、少し埼玉上尾もこのローカースターのアタック拾えるようにはなってきます。田中、ここで12点目 JT が取りましたのでテクニカルタイムアウトです。アンナになる佐藤、拾った、目黒優香が拾ってつなげていった、岩崎のサーブ、ワンタッチ、和田です、どうかさ、これは高かった、竹野がレシーブ体勢入っていたんですが、これは強烈でした、西川、タットダオ、まずはタットダオで JT は使用で田中、タットダオサーブ、田中、目黒のアタックを引っ掛けて西川フェイント、ブラック、ここは青柳ですか、これもブロック、バックアタック佐藤、ロー拾ったが上げた、これは岩崎返すだけ、岩崎を返すだけ、ミドルを使ったタットダオでした、ローが止められたら私が行くと言わんばかりのミドル、今年の ABC のメンバーでもありました。西川拾ったが上げ、ここはバック佐藤、バックアタックでいきました、田中瑞稀がクロスのアタック決めて、ここまで完全に、ここは速攻仕掛けるが、ロゾサラのブロック、田中瑞稀決まっている、これで5対5、そしてたまらず大久保監督2回目のタイムアウトです。ブロックだ、ロゾサラを止めました、ここもローカースタータットダオが飛んだ、最後はタットダオ、ブロードを拾っている、そしてローカースタ、これ上げた、どうぞサラ、ここもブロックです、最後は西川、これも拾っている佐藤、上げてから和田由紀子、上がってどうぞサラ、2枚飛んでいる田中瑞稀、押し込む形、バックから佐藤だ、田中、最後は田中瑞稀でした。
最後は田中瑞希ストレートに打ち込んでいきました。第3セットは大差ついて25対11、 JT マーベラスが取りまして、セットカウント3対0、田中瑞希が呼ばれました。今日はアタック19分の10、 52.6% の決定率を残しました。さあそれではインタビューをお届け出したいと思いますが、その前にまだ、表彰があるということになります。今ガッツポーズを見せましたが、どうやらお肉のプレゼントがあるようで、今そのパネルを受け取るという田中瑞希選手、この地元の加古川和牛のプレゼントと。